こんにちはこんばんはゲーム動画でいこうです奈良記念競輪三日目の予想をしたいと思いますまずはですね準決勝の前にその前哨戦レースから八レース特選を行いたいと思います ここはご覧の9人ですね。えー、新山と掛け水がバックが2桁。まあ、長尾もバック8回持ってます。G 力を持っている選手が多いレースになります。で、展開はご覧の4分線。えー、こちらがですね。 猪俣も、まあ、自力は多く持ってるんですけど、えー、長尾の番手に回ります。まあ、ここ敗退した新山にとっては、本来、特選は負けられないレースになるかと思うんですが、えー、私はですね、うん、そんなに、 戦法自体、あの戦法というか仕掛け自体はそんなに悪くなかった。にもかかわらず、まあ残念ながら4着に敗退してしまったというのが、あの、新山すごく気がかりなところであります。で、やはり新山も勝ちを狙ってくる。え、他はラインも新山を後ろに置こうとする。この2番の新山、相当、 えっと、想像以上に、人気以上に厳しいですし、いられるんじゃないかなと思います。そこへですね、もう一人2、二桁バックを取っている掛け水が、ここは先行すると見ます。まあ、長尾もちょっと、あのー、地元稲股を連れて気になるところではあるんですが、やはりライン、掛け水はライン三者ということもありますし、えー、高知高知、 えー、佐々木紀之を連れているだけに、えー、掛水が積極的に行くんじゃないかなと思います。で、えー、新山は外しました。え、池田隼人が、まあ4番手あたりを取ってる可能性は高いんじゃないかなと思いまして、えー、っと、まくり追い込んでくる池田との3113。えー、それからですね、 え筋で掛け水を残り目36、39。3番手高木のズブズブで36。それから、あの、長尾、長尾が今度4番手を取った場合は、ま、長尾がまくり追い込んできて37。以上でいきたいと思います。さあ、いよいよ、あの、準決勝戦。えー、こちら3つとも予想したいと思います。 まずは10レースです。はい、えー、ここはですね、えっ、ー、と、村上が登場しますね。SS のクワ、クワハラ。あの、昨日は1着を 2, 2日目で取ることができました。なかなか、あの、足も鋭くなってきて、まあ、なかなか、あの、SS で、SS で、これって、 っていうふうに結構あの重圧に押しつぶされてきた面はあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの3月になってあの巻き返しの季節なのかなと思います。 去年のダービーも3、3月に2着になりましたしね。そして、まあ、村上は、言わずと知れた、名古屋の校舎。名古屋のダービー3回も優勝してますからね。やはりここは無視できない実績になります。え、地元勢も2人ですね。高橋と山内が乗ってますね。 というわけで、えー、っと、このレースなんですけど、このバックをみバックの回数を追加しましたが、これ見てください、えー。2桁が1人もいないどころか、ようやくあの5つで高橋がトップで、2位がなんと村上なんですよね。村上もですね、えー、っと、前場所静岡記念から客室を これ、事故で申告できるようになっているんですけど、今まではずっと逃げで申告していたものを、静岡記念から寮に変えまして、えー、走るようになったので、まあ、少し前、数ヶ月前かな、えー、多分去年の夏ぐらいに小松島で 4, 4日間バックを取ったことがあって、やっぱり村上に、 の逃げはまだまだすごいなぁとは言われてたんですがまあこれからは逃げは減っていくんじゃないかなと思いますとはいえ高橋がやっぱり自分がせっかくだから三着残ってまあ、高橋自体も 逃げたら、まあ誰かにまくられちゃいますからね、村上はじめとして。なので、どうしてもやっぱり前出ても流しちゃうんじゃないかな。結局最終的には村上が、この準決勝に関しては、あの、叩いて、バックも取っちゃうんじゃないかなという競争になると予想します。 で、えー、後ろが和志田です。和志田、校長ですよね。い二次予選一着取りました。で、えー、村上の逃げと言いますと、思い出すのは昨年の別府記念の最終日、えー、和歌山の中野を連れまして、先手を取って、中野が、まあ、あんまり仕事しなかったんかな。まあ、でも仕事は、 最後の直線が、完全にこれ中野は差しだなと思ってたら、絶妙な走りっぷりで、中野が、まあ、はっきり言っちゃえばこれ刺さずに、で、村上逃げ切りというレースがあったんです。まあ、そう考えると、鷲田も、 後ろを掃除しながらの直線は、まあ自分が3着に入れればいいという競争になるんじゃないかなと思います。まあまたですね、かかりきっちゃえば村上、直線もなかなかスピードを保てると思いますんで、結局は村上1着じゃないかなと思います。 え村上一着固定します。えー、例えば、和田の刺し目はないと見ます。その、えー、和田の、えー、追走が本命ですね。26。まあ、他にですね、菊池、あたこちらのまくり追い込みですね。3番手を取って、まあ、一社だけかわしてっていうレースですね。 あとは、まあ、高橋がある程度前にいることも予想されるので、もしくは高橋が逃げて、まあ、村上がそんなには仕掛けが早くなかった場合、客室を寮にしたから、あの、逃げなかった場合、村上にはまくられるんですけど、山内は切り替える。まあ、前残り、もしくは、そちらの 1>, 1番えこの272125をえさえじゃないですけど次の候補にしたいと思います続いて11レース準決勝戦です平原諸橋 SQS 班ですね 関東がどうしてもやっぱりこれ逆らえないですになるんじゃないかなと思います。これに和田枕や松浦が挑むのですが、さてどうなるか。あと京都勢の積極性も無視できないですね。はい、えー、っと、平原にとってありがたいのがですね、兵働までつけてくれるっていうことですね。三者というのは有利です。 で、結構、平原、積極的な競争はするかと思います。まあ、もっともですね、最終的にこの2社でも、後ろ河村連れた山本真一が行ってしまうんじゃないかなと思います。まあ、そこの3番手を取れるんじゃないかな。まあ、もっともですね、山本が逃げると思ってるんで、まあ、 えー、松浦は、ここの河村の後ろか、もしかしたら河村とせるケースもあるんじゃないかなと思います。まあ、話題や吉本はないでしょう。足を溜めてまくる競争でしょうね。なので、河村も決して、あの、番手素直に回れるかって言ったら、安心できない。番手取られるか、えー、松浦の、 参考なぐらいからはまくりで、かぶさる恐れは十分に考えられます。まあ、どちらにしましても、逃げてうまくっても、平原、諸橋が不動だと思います。そこでですね、三連単を上げてみました。こちらが、三、えー、連単の一番人気が、291。 三着が河村の目が本戦ですね。ただ、河村よりはですね、やはり兵道も今場所調子がいいんで、足も切れてますし、やはり、あの、素直に筋で兵道を本戦にした方がいい、いいと私は思います。 で、次が河村、和田、松浦。で、最後にですね、ひょ、えもし河村が番手取られたり、もつれたりすると、山本の前残りあるんじゃないかなと思います。まあ、それが吉本もと言うんでしょうけど、二次予選三着だったというのがすごく引っかかるんですよね。 そこまでの調子いないんじゃないかなと。山本はそういう一方力つけてきましたからね。実は、あの、川村とは1点差ぐらいしかないんです。だから、4番車と1点を、これ、軽視してはいけないですよ。というわけで、じゃあ、諸橋が、えー、っと、平原をトリキきな動きに、 ついていけなかった場合、もしくは、ひらはらがギリギリ届いて、もろはしが間に合わなかった場合は、まあ、わだまくる松浦、前残りの河村、でですね、案外、もろはしがごちゃついて、松浦と接っちゃいますと、 双方、あの、友だわりに終わって、3番手の兵頭が、突っ込んでくるんじゃないかなと。であと、山本も、ひょっとしたら、あの、粘る競争ができるんじゃないかなということで、この辺、4番、山本と6番、兵頭は穴、穴目としてあげてみました。 どちらにしましても、やはり平原が負けられない、まあせめて、えー、最悪でも2着に入るレースは絶対してくるでしょうね。最終レース、12レース、準決勝戦です。ここはですね、もう地元勢、浅井、吉田が人気を集める競争になります。 さてですね、バック数見てみますと、1番が横山、2番が姿です。ただ、あの、姿は、バックは6回撮ってるんですが、逃げの決まり手がありません。つまり、まあ、早めのまくりだったり、逃げつぶれだったりというのは姿考えられます。え姿が連れているのは、和田健太郎、 成田賢治ですが、ま、後ろ東北じゃないんで、やはり姿はまくりを選ぶんじゃないかなと思います。逃げるのは横山だと思います。で、ここですね。まあ、浅井が人気集めると思うんですけど、じゃあすんなり中断取ってまくりに行けるかって言ったら、そうは簡単に問屋は下ろさないんじゃないかな。 まあ、アサイの積極策もあるとは思いますえ。横山をバック7回、そんなに徹底選考じゃないですからね。もっとも横山はかなり調子に乗ってます。まあ、やはりここでアサイに一泡吹かせるためには、先手を取りに行く競争になる。 で、先手を取っても粘れるんじゃないかなという、自信は持ってる、持ってるんじゃないかなと。で、中段が姿で、浅井が後方に追い合えると見て、まあ、浅井前取りしちゃいますしね。もし先行するとしたら突っ張りか、横山が流したところあの、かまし先行しかないかとは思います。ので、やはり私は横山先行と見ました。 で、番手絶好なのが足沢なんですけど、どうかなそんなに調子がそんいいとは思えない。一方、小林大輔はかなり、あの、今場所はいいです。えっ、ー、と、これを見てると、まあ、2着4着なんですけど、足は結構あるんじゃないかな。あと、岐阜で2着、 優勝が、あの、奈良を走ってた長井清文なんですけど、これも、あの、決勝戦も、もつれる中をうまく突っ込んできましたし、お小林、面白いんじゃないかなと。で、番手の足澤は、やはり、浅いがま、浅い、まあ、姿もまくってくることを警戒しますから、 結構あの番手の仕事をしないといけないんじゃないかなと。そこをあの小林が足沢を多分中から割ってかわしてしまうと私は見ます。それを穴,穴目ですけど狙ってみたいと思います。で、本戦はもちろんあの番手足沢ですね。4994。 で、姿がまくり追い込んでくる。姿不発になって、和田が突っ込んでくる4772ですね。はい、えー、っと、押さえとしては姿のが、まあ、まくりが決まった場合、上げてみました。これ、ま、二つありまして、横山が逃げて、まあ、中段から姿が、すな、まあ、素直にまくってくるパターンですね。 そうすると足、足は小林、この関東の前残りと、筋の和田健太郎になるんじゃないかなと。で、おそらく和田に刺させないんで、裏はいらないと。まあ、これに一つ押さえるとしたら、浅井が逃げた場合の吉田だと思いますね。7号も結構つくんじゃないかなと思います。 はい、えー。ご視聴いただきありがとうございました。えー、長くなりましたし、えー、4レースの予想し,しましたが、えー、ここまでご覧いただきましてありがとうございます。えー、ブログ、ツイッターをやっております。えー、説明欄に記載しておりますので、アド,アドレス、えー、アクセスしてみてください。チャンネル登録まだの方、 ぜひともよろしくお願いします。あの、チャンネル登録数、えー、どんどん増やしていきたいと思います。まあ、最終的には1000人以上、まだ遠い話になりますが、えー、目指すことが、えー、っと、絶対条件になりますんで、ぜひともご協力よろしくお願いいたします。また、 最後の20秒で関連動画、動画のプレイリストを流します。そちらも、あの、よろしければアクセスしてみてください。名古屋記念の3日目、準決勝戦を中心にお送りいたしました。ゲーム動画でいこうでした。ありがとうございました。